必見一押しカプコンニュースのお時間です。まずは一つ目こちらですね。2、3月トラワルのフォローグッズの情報ですね。はい、アクリルキーホルダーとか缶バッチコレクション、ダイカットクッション、ステンスマグカップ等々いろいろあります。こちら、アニメと全店なのかな、アニメとで、売ってたりカプコンオフィシャルショップで売ってたりしますので、はい、こちらお願いします。そして次、2月23日発売のモンスターハンターダブルクロスのグッズ情報です。はい、はい、メインモンスターユロミとか、キーホルダーとかステンドマスコットコレクション、さらにさらに次行かないの、開いた、栄養のクリアファイルとか、はいはい、缶バッチコレクション10種類あったりとかします。こちら、モハグッズの求めはカフェのオフィシャルウッズハザイト、 e カプコンとか全国のハンターズショップ、全国コピーショップ通販サイトとかで売っております。そして2月22日水曜日頃に予約締め切りとなります。はい、逆転様シリーズのキャリーケース、前もお伝えしましたが、はい、いろいろ柄ありますね。はい、こちら予約しないと買えないというものですね。はい、3月30日頃お届けになります。持ち込みサイズ、さあ、今ゴージャさんが持ってるのが、はい、そういう持ち方?MC ハマーだと思ってはい、ちょっと待って、 MC ハマーを持ってました。ラジカセを持ってラジカセのイメージね。すごい軽くていいですよこれね。はい、これなるほどくんのデザインですかね。はい、ね、はい、もう一個が、なるほど龍之介のデザインですね。大逆転裁判みたいな感じに、はい、とかいろいろありますのでね、ぜひ興味ある方はお願いします。そして戻ってきました、ストリートファイターことぶき屋の息吹のフィギュアです。どうですか、見てください、ほら良いですね、良いなね、区内がすごい、本当に区内がすごい、ね、刺さるぐらいの、いや先端恐怖症の人突っ込まれますよ、ね、すごい、はい、そこを見てないよ、これ特徴的な髪型とか軽やかな衣装の隙間から覗く肌とかもね、忠実に再現しておりますよ。ちょっといろんな角度から見て、結構ね隙間とか空いてるんですよね。いや、すごいな、これこれね、肩が引き締まった筋肉造形は忍者ならではのものです、はい、肩の筋肉とかね、腕あたりもそうですけど、これ快活な息吹のキャラクターを表現しているということで、こちら全高が 250mm と台含め、はい、あ、いいですね、結構ね、でかいですね。あ、いいですね、いいですね、価格は、7500円プラス税となっております。なんで南アメリカやねん。なんだよ、はい、やめちゃう。で、ショコラちゃんが持ってるのがさっきのダイカットクッションですね、パルマの、はい、このサイズです。あら、なかなかね、サイズ感わからないと思うので、はい、これ見ていただければと思います。いや、いいね、ショコラちゃんやったらこれは嬉しい、嬉しいですよ。あら、絵は違う、絵が違う、あ、ほんとだ、可愛いやん、こんなにフォルメかれた感じ、フロアがりですね、二人ともフロアがりですね、パン1ですね、パン1、ウェーイ、皆さんお好きなように、どう使うんやろうね。はい、以上、必見一押しカプコンニュースでした。